連敗した後のメンタルの崩れはありますか？また対処法はありますか？自分の場合はですけど、例えば1億負けるじゃないですか。で、1億負けて、うわ、めっちゃしんどいみたいな負け方して、めっちゃしんどいと思った時は、その1億マイナスだった時期の資産の時を探します。だから、例えば、今のマイナス1億のところに3ヶ月前はそこが高値だったみたいなのを調べて、でもあの時、今と同じ資産で、今は1億減ってるけど、この時は増えての1億の時を、たった3ヶ月前に、あの時めちゃめちゃ幸せだったなと。で、そこから資産変わってないっていうことは、うん、幸せ幸せみたいな感じで、メンタルを、この負けいつに遡ったらチャラになるみたいなのをやったりします。ケスタさんは一時的に何をしても相場と噛み合わず、メンタルがデフレスパイラルに陥ってしまい、うまくいかなくなった時期はありますか？あった場合、どうやってメンタルを立て直しますか？そうですね。何をしても相場と噛み合わず、メンタルがデフレスパイラルに陥ってしまった時は、まあ、寝ますね。とにかく朝起きて相場に向かう時にフラットにしとかないといけないと思ってるんで、まあ、僕の場合は寝たりしますけど、寝て、とにかく朝一にはフラットに戻さないと、それも勝ってる時も負けてる時もどっちもなんですけども、取り返そうという気持ちとか、そういうのはいらないと思うので、ただまあ持ち株持っててすごい薬剤量出たとかなったら、その朝一フラットで入れないじゃないですか。でもそういう時はもう最悪の事態を想定して、もうストップ安だとか思って、最悪の方を考えて、メンタルを調節しますかね。まあでもやっぱり結局メンタルってめちゃめちゃ大事で、正しいトレードがやっぱりできなくなるので、正しいトレードを繰り返すことが大事なんですけども、とにかく冷静でいないと、やっててドキドキしたり緊張したりするっていう時は、それはもうその冷静な判断ができてないっていう時なんで、それはもうギャンブルなんですよね。ギャンブルをいかにしないかっていうのが大事なので、その状態になったら、それは自分にとってはロットが大きいとか、そういうふうに考えた方がいい気がします。ギャンブルをしてはいけないので、なるべくギャンブルをしないようにしてます、はい。